ちは、今回はイデアサウンドプロダクトから新しくリリースされたハイゲインのディストーションペダル、イデア MTZ バージョン1を紹介します。じゃあそしたら、じゃあ各つまみですね、見ていきましょう。まず、アンプの設定はクリーンなんで、バイパスにすると、こんな音です。でオンにすると、まあいきなりこんな感じになるわけですね。じゃあ各つまみを見ていきますね。まずこれ、あ、そういえばね、このイデアのペダルでは初めて 4ノブになってます。あ、まあスイッチとかもあるんですけども、これ初めてだそうです。でですね、じゃあ、これレベルですね。まあ音量、まあ、これはバイパスの時の音量と合わせていけばいいと思います。これが原因で歪みの量ですね。ゼロにするとクリーンに近くなるんですよ。もちろん完全なクリーンではないんですけども、バイパスにしますね。完全なクリーンではないんですけども、なんでしょうね、これはこれでね、なかなか魅力的な、まあ、セミクリーンみたいな音だと思います。じゃあちょっとずつ原因を見ていきますね。でそしたら今度は左がベースで右がトレブルになります。じゃあ一回ベースを、ベース真ん中で一回ゼロにしますね。じゃあちょっとずつ上げていきます。で振る、結構下の方できますよね。で一回じゃあベースを真ん中にして、じゃあトレブル、トレブル真ん中が同じで一回ゼロにしますね。ゼロ、あ、これなるほど、ちょっとトレブルちょっと戻して、ベースもちょっとカットすると、これ意外と、少しポップなディストーション的な感じにも持っていきますね。ごめんなさい、ちょっと話しておりましたけど、もう一回じゃあトレブルゼロね。あ、ベース真ん中でトレブルゼロ。じゃあ上げていきます。
割とあれですよね、破綻しない範囲での美味しいところで変わってくれるっていう感じですね、うん、じゃあで、ね、真ん中のこのスイッチが実はミドルスイッチで、今ね実はミドルがフラットです。で上に上げるとミドルブーストで、下に下げる と、ミドルカットになるんですが、一回じゃあミドルカットにしますね。ドンシャリ気味になります、なります、いきなり。じゃあ、じゃあミドルをもう一回真ん中にしますね。でミドルブースト。まあミドルブーストなので少しソロっぽいものとか。リフの中でこう抜けさせたい時とかにも使えると思います。で、もう一つ。そしたらね、この本体の、実はね、ジップスイッチがついていて、本体の裏側ですね。この裏側に、今ちょっとビヨーンと開けましたけども、このちっちゃいジップスイッチが入ってまして、これ今、上側になってますね。上。で、これをですね、上側にした時が、JCM800 を歪ませたものをなんかこれ貴重にしてるらしいんですけども、JCM800 を、ブーストした、何か、ブースターでブーストしたような感じ。だからね、ちょっと原因を下げた時の感じが変わってくるみたいですね。じゃあ、この状態で、ノーマル。ノーマルにすると、これが、JCM800 に直の歪み。に近い感じになるそうです。で、これボリュームを絞った時にだいぶ変わるということなので、ちょっとやってみましょう。感じにして。で、このハイゲインの割には、ボリューム絞った時に結構クリーンまでいけますね、これね。これ面白いな。あ、ドクリーンまではいかないけど、ここで。的な展開とかでもいけそうですよね。じゃあ、ディップスイッチを、今度は、オンですね。オン。ブースターを少し踏んだみたいなイメージ。そうです。これもやっぱボリュームを絞った時に雰囲気が変わるそうなんです。で、ボリューム絞っていきますね。ボリューム絞った時に少しハイがこう残ってくれる感じですね。うん、そんな感じがします。なるほど、なるほど。こういう違いが出ますね。で、これね、デモの曲を演奏してる時もちょっと思ったんですけど、これでグエーって歪ませてもね、コード感が出るってか不思議な、
ですけど、あのね、オープニングの曲の中で、だけこんなコード弾いてるんですけど、これちゃんとこれだけハイエーになっててもなんかコード分離してますよね、これね。でですね、これ番外編というか合わせ技ですね。これアンプライクっていうことなので、アンプ的にこっちをアンプの歪みと考えて、まあ定番ボスのスーパーオーバードライブ、これでブーストしてみるとどうかっていうのを個人的にやってみたくて、ちょっとやってみたんです。これが結構またいいんですよ。でね、セッティングとしては今アンプの設定は変わらずで、僕のセッティングとしてはね、これミドルをねカットする状態でちょっとどうしたら気味にするんですよ。で原因もそんなわけない。でこの状態で、まあ、このセッティングのスーパーオーダーレブを踏むと、こういうねえぐい感じもいけるのは、これ多分ね、あのオーバードライブとかお持ちの方はこうプリブーストしてみるっていう楽しみ方もできると思います。はい、というわけで今回はイデアサウンドプロダクトのイデア MTZ バージョン1紹介しました。聞いていただいた感じで、いわゆるこうメタルゾーン的なね、こう濃いめのメタルっていう音から、あのさっき言ったもう少しライトなディストーションってのまで割と結構実は幅広いペダルなのかなと思いました。で販売はもう始まっていますので、動画下の、ね、概要欄にリンクを貼っておきますので、そこからぜひ、チェックしてみてください。はい、というわけでじゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。